自分が加盟した、まあ、この小さなベンチャーのフランチャイズを大きくすることが加盟店さんの夢でもあるんですよ、うんうん、フランチャイズチャンネル。いや、ほんとフランチャイズって評判悪いですよね。悪いですね。詐欺だとかね、ブラックだとか、本部だけが儲かるとかね、まあ言われてます、まあ、そういうイメージが多いんですけど、僕は3年前フランチャイズ出会ってもう人生変わったんですよね。もう本当正しく使えば最強だと思うんで、その誤解を解いていきたい。正しいフランチャイズの知識を皆さんに伝えたい。というわけでこの番組はフランチャイズ相談所。今回もまんまちゃんの三原社長にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱり加盟する方って、そりゃこんだけお金出してるんだから、もう本部がいろいろやってくれるんだろう、儲けさせてくれるんだろうと思うわけなんですけど、中にはこうもうね、いいオーナーさんっていうのは、うんうん、いやもう私たちも儲けるけれども、うん、本部さんにもたくさん儲けていただいてみたいなね、うんうんうん、すごいいいオーナーさんいらっしゃるんですよね。いらっしゃいます ね。だからなんでそんなお金をこれだけ出してさらに本部を儲けなきゃいけないんだっていうところが皆さんなかなか理解できないと思うので、うんうんうん、その大事さみたいな、うん、必要性みたいなのをちょっと三原社長に教えていただきたいなと思って、うん、広告宣伝は打ちやすいっていうのもありますよね、うん、たくさんお金があれば、はい、もう一つあるのはたくさん店舗があって知名度が上がると、はい、例えばね、本当に全然あのまんま茶をやってるんだって、それ知らないけどって友達言われるよりも、うん、あのまんま茶をねと、全国に何百店舗もあるあれでしょって言われる、それに加盟しているっていう方が、うん、やっぱり自分のプライドというかね、自尊心はいいと思うんですよ、ね、ちょっとオーナーさん嬉しいですよね。嬉しいと、あ、知ってるって言われた方が、そうそうそう、うん、あの有名なまま、あの素晴らしいブランドでしょって思われてもどうすればいいかっていうと、やっぱまんま茶の本部にもそれなりに資金力があって、やれることがやれてということはたくさんあるわけですよね、うん、どう考えてセブンイレブンさん、ローソンさん、ファミリーマートさんのフランチャイズの本部機能と我々の本部機能の運転の差があるわけですよ。でも彼らは同じフランチャイズなんだから、コンビニさんってあの臨店してくれるじゃないとか、うんうん、スーパーバイザーがこれしてくれるじゃないって、何かっていうと、そのフランチャイズのですね、東証一部上場のフランチャイズのそのサポート体制を言うわけですよ。なるほどね。いや、じゃあ我々もそのぐらいの規模ぐらいの本部機能を持てるぐらいに、うん、やっぱり我々も大きかったら同じことできるよ、うん、でも今できないでしょ、そこは分かっていただけないね、それもね、他の大手はこんなことしてくれるのにって言うんだったら、うん、じゃ あのコンビニ並みのロイヤリティいただいてもいいですかって言いたくなるわけですよ。なるんですよ。それは払えないなんか、ね、そこはちょっと矛盾しちゃうので、うん、自分が加盟した、まあ、この小さなベンチャーのフランチャイズを大きくすることが加盟店さんの夢でもあるんですよ、うん、そうですよね。 あと私もこう、まあ、50になりましたけど、加盟店さんのオーナーさんの中に私より年上の方たくさんいらっしゃるんですね、はい、60代70代の方、そういう方たちがですね、三原みたいな若造の社長を一人前の社長にしてやろうみたいな、そういうですね、あの考えを持ってらっしゃる方がたくさんいらっしゃって、うん、その方たちがその、まあ、ブランドをもっと良くしていこうということで、すごく頑張ってらっしゃる方っていうのがいらっしゃるんですね、うん、まあ、本当に ありがたいなっていうふうに私は思ってますね。例えばセブンイレブンの鈴木会長を一人前の男にしようと誰もいないと思うんですけど絶対思わない、絶対思わない私あたりだとそういうあの既得な社長さん方がたくさんいらっしゃるんで、まあ、本当にやっぱ一緒にですね、共にあの成長していくということはご理解いただける方は非常にありがたいなと思ってますね。本部もね、そのある程度力がないと ね、はい、できないですから、ね、できないです。だからやっぱりそのすごいロイヤリティが安い、加盟金が安いから、あのいいフランチャイズですよって思って加盟しちゃう人は、まあ、実はちょっと違うんだよってことは言いたいですよね。言いたいですね、うん、それは違うんですよ、うん、なので、いや今日のお話でなんかあのロイヤリティとか加盟金の考え方がちょっと皆さん変わったかなって思うんで、うん、いいお話が聞きました。ありがとうございます。ありがとうございました。フランチャイズ相談所では皆さんのコメント相談をお待ちしてます。ね、意外と再生回数が少ないんですけれども、結構なんかいろんな問い合わせいただけますよ ね、なんですけど、こっそりみんな問い合わせをしてくれるんですけど、あのコメント欄が寂しいんで、ぜひぜひあのいろんなコメントとか、まあね、あのこっそりいろいろ、ね、相談したいこともあると思うんで、それは、ね、あのメールもあるんで、いろいろあのご連絡お待ちしてます。チャンネル登録もお願いします。